今回のストッキングはこちら。じゃん。株式会社キャンドゥのナイロンタイツを履いてみたいと思います。実はこれ3個で315円だったんですよ。でちょっとどんなもんなのかなと思ったんですけど、80デニールなんでそんななんか弱っちい感じではないと思うんですけど、あ、なんかナイロン 100% なんでちょっと手触りが違いますね。ガサガサ、うん、ガサガサする感じが、でもそんなになんかそのシャカシャカっていう感じではないですね。ちょっと普通のストッキングよりなんかゴソゴソする感じ。さあどうでしょう。ああ、なんかさすがにやっぱつま先らせんらへんの作りはちょっと100均っぽいなっていう、ちょっとはみ出感がありますけど、色味的にとか履いた感じは全然いいですね。むしろちょっと履きやすいぐらい、なんかみっちりしてなくてさらっとしてるから足が蒸れなそう。よいしょ。はい、履き終わりました。なんか今時の紫のタイツって感じかな。これ多分普通に今日とりあえずブーツなんだけど、タイツなくてちょっと恥ずかしいから買おうってなったらこれはいいですね。はい、ということで今回のストッキングでした。